高倉町コーヒーさん、ドッグテラス。今日はここで朝ごはんを、じゃあ行ってみよう。やってみよう。やってみよう。お腹減った。ほんまよ。そうすると。ドリンクにプラスでって感じなんだ。そう。よそのワンちゃんは気になる。おい、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 おい。またやられてる。さすがに嫌だ。またペシペシやられてる。あっちゃん。何言った。ずっとやだ。左頬を打たれたら右頬だ。差し出す。あんた駐車場監視してる。初めて来たけど、ドトールの2回ぐらい。チャイとブレンドコーヒー。ああ、青です。チャイもあったかい。チャイばっか飲んでる。ここうまい。あれペット用のお水あるじゃん。ペット用のお水がある。ウィネ。パンがふわふわ。ケチャップじゃなくてデミグラスだ。うん。こういうプレートはドレッシングをかけるとこれが浸食してくんじゃん、こっちに。だからちょっと困る。ドレッシングは後にすればいいんじゃない？ちょっと困る。はーい。あ、はーい。やばー。モーニングだとすごい安くない？安い。美味しそう。これどうやって食べんだろう。あ、ドレッシングうまい。使えよ。わあ、ふわふわ。めっちゃふわふわ。ほら。うん。うまーい。バターみたいな味がする。うんま。パンが1枚欲しい。パンすぐ終わっちゃう。足りない？ワンちゃんが映んない。あっちゃんだ。あっちゃんあげたいの。ワンちゃん全然映ってない。いや、パン不足ですね。初めてのパン不足？あ、野菜どうぞ。なんで？なんか言うじゃん、あげないと。うん、おいしい。うん、おいしい。パンケーキだけだとあんま味しない。そうかもね。うん、ホットケーキはほら、それだけでも結構パンケーキはさ、あんまり甘くないイメージがある。ソースがやっぱポイントなんだろう、うんうん、パンケーキオンリーだとふわふわ感はわかるけど、うん、味は別に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで今回は高倉コーヒー八王子南のもあるんだよね。南のも確かね、OK。20号沿いなんでね、完成ではない。それ以外は本当に美味しい料理。まずは入れる水も用意してくださってます。非常に満足でございます。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。バイビー。